パキスタンの行政区画は4つの州と1つの連邦直轄地域に分かれる。また、カシミール地方におけるパキスタンの実行支配領域は2つの行政区に分かれる。カシミールにあたる行政区はカシミール紛争が解決していないため憲法上はパキスタンの一部ではない。海区分はカンク、ケン、テシル、シェルワンの4層となっている。旧行政区画。 パキスタンにかつて存在した行政区画及び e n フォーマーアドミニストレーティブユニッツオブパキスタンを参照1947年8月14日の独立時には以下の5州と半王国が存在した。1948年7月23日、シンド州より連邦首都地区が設置される。百五十五年十月十四日、パキスタン統一政策によって 東ベンガル州は、東パキスタンに、首都地区を除く、他の行政区画はすべて西パキスタンに統合された。1958年9月8日、クワーダルオマーンより編入。1960年8月1日に、首都機能をラーワルピンディへ移転したため、1961年に、カラチの首都地区は廃止される。1967年、首都イスラーマーバードへ遷都。 1970年7月1日、西パキスタンが廃止され4州とイスラーマーバード連邦直轄区に分割。1971年に東パキスタンはバングラデシュとして独立した。1981年、イスラーマーバード連邦直轄区の名称を首都圏へ変更。2009年8月29日に北部地域をギルニットバルディスタン地域に 2010年4月19日に北西辺境州をカイバル・パクトンクワ州へそれぞれ改名。2018年5月31日、連邦直轄部族地域をカイバル・パクトンクワ州へ統合。2020年11月1日、イムラン・カーン首相がギルニット・バルキスタンを地域から準州へ格上げする方針を表明。パキスタンの行政区画。 バローチスターン州カイバルパクトゥンクワ州パンジャーブ州、シンド州、イスラーマーバード首都圏アザドカシミールギルギット、バルティスタン1から4が、州5が連邦直轄地域、6と7は実効支配領域である。人口値は2017年パキスタン国勢調査の暫定結果より、ありがとうございます。